あ、いいですか。あ、どうぞ。やばい物質が何か出たことありますか。あ、それはないですね。ない、はい、あの通常ですね、あの我々はあの検査してる、定期的に検査しているのはですね、大体こう、あの、ある程度一定のものがこう入ってきて、あとは浄水処理もあり、それでそこで異常がないのを確認してますので、いろんな物質で夏場と冬場とこうちょっと違うとかそういうものってあるんですか。先ほどちょっと、ね、なんか言われてましたよね。そのカビ臭物質ってやつなんですかね、うん、あのそれはこう生物が活動しやすい夏場にはそれは高くなるんですけど、うんうん、それはカセタンで最近、うん、で冬場はいなくなりますので、うん、カセタンとかそういうことはものを使わずに済みます、ね。おお、まあ、大きなところではその辺ですけど、ね、ここは大体なんか上流で工事をやってなんか流れ出てそれでなんかちょっと泥が多くなったとか。ですね、あの結局かなりのですね、うん、水のこうボリュームがありますので、うん、まあ、希釈されちゃうんですか、鳴らされちゃうことがありますので、うん、極端にあるものが高くなるないです。あ、よろしいですか。すいません、ちょっとごめんなさい。あのまだご質問あるかと思いますけども、では東西の試験室のグループと入れ替えたいと思います。はい。はい、ではあの、じゃあすいません。はい。じゃあこちら東側の西側をご覧いただいた方、こちら。これからあの西側をご覧いただいた方、本庄さん、じゃあ先導で。